毎週12億で12億あったらどうします？豪華な舞台で漫才やってみたいな。ひろしです。え、私と？あかん、また目がびっくり。毎週チャンス、メガビック毎週12億円です。オーナーは12億あったらどうしますか？12億か、豪華な舞台で漫才やってみたいな。ゆりこです。きよしです。え、私と？あかん、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 また目がビックに。毎週チャンス、ついつい12億で漫才愛がビック。あの舞台は本当に出る前はもう今でも緊張しますからね。あの袖から上手から出ようが仕事から出ようが。よーい、スタート。どうも、ゆりこです。きよしです。やっぱりあの普段漫才をされている方のテンポと芝居をするテンポというか、なんか癖みたいなものがお互いあるみたいで、はい、それは結構あの大変でしたけど、はい、でも楽しかったです。石田さんと漫才やらせていただくとなると男女コンビっていうのも少ないですし、本当に出ていただけるなら寄席の舞台へ出てみたいですね。石田さんにちょっと和服などを着ていただいて、二人でこう世相を切るとかね、ぼやき漫才的な。それと僕台本作りますからうまくいくと思います。メガビックの来週12億です。そんなにお金があったら僕はもうお年寄りの施設とか子供たちの施設とかそういうところを作らせていただいて、そこできっちりこの腕を磨いていただいて、そしてテレビに進出する、映画に進出する、コマーシャルに出していただく、そういうふうなことをやっぱり自分はプロデュースしてみたいですね。12億円が当たったらですよ。では続いて西川さん、石田さん、撮影の以上になります。まあ人生は人それぞれ、本当にお一人お一人にいろんな歴史があるんですね。過去を振り向くんじゃなしに前を向きながら元気でこれから一緒に頑張っていきたいと思います。小さなことからコツコツとお互いに頑張りましょう。